すいません、めっちゃトラブル。はい、それでは改めまして、私たち、せーの、エルイです。よろしくお願いします。はい、自己紹介ですね。読み上げパンダのちちゃんです。よろしくお願いします。はい、フレッシュに絞ってビタミン C 注入、レモンじゃないよ、みかんだよ。ありがとうございます。ルート2ゴッパのみかんです。よろしくお願いします。ちょっぴりバカでやんちゃだけど本当は天才なんだからな。嘘つきー。ハンドマンマンアテミュージックのキヨちゃんたちと同じです。よろしくお願いします。はい、カニアミパンダのカナメナーです。よろしくお願いします。カニアミパンダのピンク色担当メニアミです。よろしくお願いします。はい、ということで、さっきも来てくださった方もいますね。そうですね。2部初めて見るよっていう方。おお、あれ、え、1部もなんかいたかと思う、なんかいいですけど。はい、皆さん、はい、2部もね、楽しみましょう。はい、ということで、次は、やみやみパンダの曲を聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、やみ撲滅計画。Yeah.
ありがとうございます。の一部でもお話ししたんですけど、私たち AMA は新規 のメンバーを募集しておりますので、ぜひ今日のこのライブとか見て気になった可愛らしい可愛らしい女の子はぜひ応募してきてください。よろしくお願いします。お願いします。引き続きですね、次は私たちが配達しに行きますので、今回配達しに行きますので、みんな配達してくださいね。するよ。はい。みかんはされる側？あれする側だよ。する側。みんなされる側で、受け身になってください。はい。それでは、2部の最後の曲聴いてください。才能特性がある。才能特性。大丈夫か？
部は3時から3時半3時半から AME はライブをするので、ぜひ1部2部見に来た人もぜひ遊びに来てください。一緒に盛り上がりましょう。それでまたこの後交流会もあるので、皆さん一緒にチェキとか撮ったりお話ししたりして、ゴールデンウィークのね、一つの思い出にそうですねしてくださいね。してほしい。はい、ということで、以上私たち、せーの AME でした。ありがとうございました。ありがとう、バイバーイ。